キキイモラキキイモラは、スラブに伝わる、働き者の味方とされる謎の多い幻獣。キキイモラの名は、語源的には、キキとモーラに分けることができる。前者の意味は不明で、様々な説が唱えられており、キーキーという擬音語からという考え方が有力である。後者のモーラは、スラブ人の民間伝承に登場する、吸血ムマモーラである。外見については、 複数の説がある。ある立場では、顔は狼、白鳥のようなくちばしがあり、胴体は熊、足が鳥、尾はボルゾイである。本項目の画像はこの説に基づいている。別の伝承では小柄で、痩せた、背の曲がった、老婆姿の妖怪とイメージされている。不幸な子供の資料が、キキイモラになるという伝説もあり、実際にロシアで一般的に信じられている。 キキイモラゾウは決して年を取らない少女である。目立つのを嫌うせいか、家の木陰に潜んでいる。働き者には願いを叶え、怠け者は餌として食らっていく。性格は大抵おっとりで、害されても抵抗はしない。他方で夜中に大暴れをし、騒音を撒き散らす妖精とする解釈もある。また、キキイモラが特に強く関心を持っているのは、 は折りと言われ、夜中に大きな音を立てて、気を折るという伝えもある。キキイモラを老婆とする場合は、家と密接な関連があるようで、家の中では、騒いで安眠を妨げたり、火事、病などの災いをもたらす。また、よそから来た大工が、キキイモラを新築の家の中に入れて、細工、樹実をしているという迷信もある。栗原茂雄。 吸血鬼伝説、川で処方審者、1995年129ページ。ありがとうございます。